はい皆さんこんばんは今日はねヘッドライト LED 化しますでは駐車場行って作業を始めたいと思いますはいこの先にあります V100 ではねえっ、ー、とノーマルのハロゲンライト明るさ確認しています よくく見ててください、ね、このぐらいしか明るさがない。本当にね、懐中電灯みたい。35W、ハロゲンランプ、ローギビーム。では、えー、電球交換の作業を行います。ではね、まず、カウルを外していきます。えー、バックミラーを、ね、抜かないとだめなんで。では、えー、スキップ。4倍速の作業です。 まずバックミラーを外します。そして、カウルを抜きましたで。ライトマイルのカウルも外します。はい。で、電球、外します。この先ですね。はい、これがハロゲン。はい。pH7 型。ああ、黒くなってて、もう交換時期だったですね。はい、これが、えー、LED ランプ。Amazon で買いました。 980円かな。でね、不良品、カバーが取れてて、でもう接着剤で貼り付けます。返品するのもなんなんで、ボンドをつけて、でね、これがね、ネジ止めなんですけどね、緩んで取れてたんですよね。輸送中取れちゃうんですね。ということは、バイクで走ってて外れちゃうんで、接着剤をこれを塗って、閉めておきました。 グッと閉めてはい外れないようにでは装着してみますではカポッとはいでは復旧していきますはいじゃあつけてみましょうはいロービンもあ,あ明るいよ明るい20倍ぐらい明るい ハイビーム、もう全然、全然、全然、ロービーム。マーシャルの,あのヘッドライトを思い出しますね、黄色い。ね、はい、カーブルを戻してみて、つけてみるとこんな感じ。こんな感じね。あ、は、れ、い、もノーマルと全然20倍から30倍上明るい。で、ワット数がね、低いんですよね。だから、 えー、バッテリーもね長持ちするかなという感じですね。こんな感じですね。ただちょっとちらつきあります。まあ、交流なんでね、えー、直流整流派すれば、ね、いいんですけど、まあ、そこまで、えー、お金かけて改造しません。はい、あとどのぐらい、ね、持つかですね、耐久性。ではね、つ、えー、いている状況を見てみましょうかね、こんな感じですね。はい、めっちゃ明るいね。